松ちゃんって不器用？松ちゃんのほぼの開封動画不器用だと思います。どうも、松ちゃんです。そんなことないもん！はい、皆さん、ということでですね、本日ですね、シーンさんでめっちゃ可愛いもの、見つけてまいりましたどーんやサンリオのアルベントカレンダーを見つけてまいりましたすごいってやりたくて楽しみだもん本日は、こちらのシーンのアルベントカレンダー、中身、実際どうなってるのかを、開けていきたいと思いますイエーイもう別に前置きとかいらないよねやりたいからやっちゃうねそれでは続けていきましょうそれではレッツ、ゴーディそれでは、クロミちゃんがたくさん出ますように。でもさ、シャンリオってこんなキャラクターあんのよね。細かいところまでキャラクターあるから。多分サンリオってめっちゃキャラクターあんのやと思う。気持ちはクリスマス。イエス。いきます。1日目。あー、クリスマスまであとちょっとだな。ワクワク。あーシナモンこんぐらい発色いいと好きかもしれない。2日目。誰だと思う？でもこれなんかさ、サンリオの順位っぽい気がするよね。キティちゃんとか。あ、ドンピシャに正解だったけどなんか、後ろゼルナじゃね？せーの。なんかすごいクマなんだけど、かわいいけどさ。かわいいけど違う。やったねポムポムプリンかわいいけどさ、なんか、パンツ履いてないのよね。ノーパンでお送りしております。大丈夫ですかコンプライアンス。待って、ポムプリンの首が、パン切りなんですけど !5 日目なんか、なんかさ、待って、ウサギ、何のウサギだっけアリアンなんちゃらウサみたいな。猿花みたいなさ。に似てない？ていうか髪の毛、あたしじゃん6日目硬いよ、爪折れそう。うわぁ黒できたーかわいいちょっとテンション上がる、テンション上がる。かわいいけど、なんか顔ブス。なんか、そういうことじゃないの。なんか違う。すり目すぎじゃない？なんか猫か。1週間が経過。ピポン。あ、ここに来て普通のポンポンプリンなの？ 8日目。なんでキティのノーマルなん？なんでなん？しかも見てん。なんで後ろだけずっと全裸なん？ここの壁。いらっしゃいませ。あー！かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。この壁。私ね、2番目で好きなの。バツマルくん、かわいくない？こいつだけ。こいつだけ異常に小さ。11日目。シーンさん的にさ、ポムポンプリン推しなんてくらいめっちゃポンポンプリンでみて。恐ろしい、朝からやってまいりました。あ、あと2週間で、クリスマスや。あーなんか、可愛くないこのクロミー。オープンザプライス。春なのかな？設定春？バレンタインとか？バレンタインかな？クロミーって黒じゃないとアレルギー反応だよみたいになるんだな。あ、すーっごい離れ目の前メロ。おはようございます。早朝です。中学生ぐらいがギャルメイク頑張ってしましたみたいな感じの黒目なのよ。16日目、ポムポムプリン推しなのかしら、やっぱり運営さん。17日目、お詳しいなもん、うさぎってないもん。18日目、前メロかな？多分前メロだよね。かわいい。19日目、誰誰？黒目、かわいい。やっと服着てるよ、偉い。ちょっと待って、偉いけど、なんかやっぱ可愛くないんだよな、黒目。理想の黒目じゃないんだよ。ちょっとなんかさ、黒目と前メロの目ん玉ってか、サンリオのさ、キャラクターってちょっと目が離れただけで可愛くなくなるよね。2日目、やっぱポンポンプリン好きなんか？そんなポンポンプリン好き？しかもさっき似たのあって。なんかデカくね？おデブちゃん。あと、よかれクリスマスだね、せーの、ダン。キティちゃん出てきたんですけど、ちょっといいですか、横から。ちょーっと下向いてるんすよね。ちょっと悲しげーな。大丈夫？これでクリスマス迎えれる自信なくなるよ。あと3日。やっぱ春なのかな？ 23 日目。やっぱ24日目はでかいの来るよな。前日キラキラキラッピー。前日キラキラキラッピーはちょっとテンション上がんないな。最後。24日目。失礼します。オープンザプライス。誰？若いしなもん、うさぎじゃないもん、最後の最後でしたもんか。1位だもんね。